サーディークラブ、こんにちは。今回は、夜のチャトチャックマーケットへ行った時のですね、動画が少し残っておりましたので、その時の様子をお伝えできればと思います。夜のねチャトチャックマーケットはですね、ほとんどお店は閉まっているんですけども、あの通りのところにですね、いろいろなね露店が出ております。そんな中ですね、大通りを歩いていましたらですね、こちらのねあのドラえもんのティッシュが目に入ってきましたので、ちょっとね覗いてみることにしました。どうやらですね、こちらのお店はですね、タイのねお菓子というかデザートを売っている屋台のようです。注文をねした方が比較的待ってる方が多かったので、人気のねお店なのかもしれません。食べてみた感想なんですけども、割と美味しく食べることができました。ね、夜のチャトチャクマーケットはあまりお店はないんですけども、それでもいろいろお店が見られますので、ちょっとね歩き疲れた時とかね、ちょっと休憩したいっていう時はですね、こういったデザートを注文して、その辺に座りながらね、休憩してみるのもいいのかなと思いました。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。